対決。4回戦は関西ジュニア大喜利対決。今からお題に対し回答を思いついた人からスケッチブックに記入して挙手制で面白いことをバンバン答えてもらいます。今回の対決はスーパースターには欠かせない発想力、そしてユーモアセンスが試されます。はい、ということで、ね、この対決はポイント制で行います。点数の高い上位2名のみが最終決戦に進むことができます。はい、それではもうね、もうあっちには向井君とかいますんで。そうなんです、寝てる寝てる、あ、寝てますよ。寝てるんかよお前。ああ、ごめんごめん、星座は子守歌歌ってたから、ね、あんなユーモラスな男が厳しい目で見てますんで。このメンバーで大喜利することってなかなかない。ない、はい、初挑戦です。初挑戦のメンバーもいますから、炎上せずみんなやりたいと思います、はい、やっていきましょう、はい、それでは最初のお題に参りましょう、はい、こちらです。日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。これね、私の独断と偏見でね、丸×なんですけど、でもね、私ね、こういう立場じゃないですよ、本当のこと言うとね。はい、こんなやつが、早い、どうぞ、黒さん、早いな。もう言っていいですか。はい、日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。皆様すいません、ブレーキ取れちゃいました。なるほどね。こちらは一本車、笑いも取れたよ、ブレーキも取れたよって。やっぱうまいですね。お、はい、もう来ました、いきますね。日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。この電車どこ行くかって知らねどけ。やっぱうまいですね。はい、一本。これなんかみんな滑らないね、ちゃんとね。はい、お、どうぞ。日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。終電30分前ですけど出ちゃいます。こちらは向井さん、どうですか。あ、三角ですね。三角ですか。じゃあちょっとこちらは、うん、そうですね、なしで、はい、はい、面白いでしょ。面白いですけどね、面白いですけど、はい、全部丸したいそうで。じゃあ大悟ちゃん、日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。あ、とりあえずニューヨーク向かってます。すごいですね。なんか俺、これ怖いな。俺なんか向井君のこと信じてるのか、こう答えた後こう見ちゃうんですよ。向井さんどうでしたか。いや、よかった。僕的にはユーモアがあって。どうですか。はい、一本でーす。どんどん来るね。行ってみる。はい、行ってみる。日本一のバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。すいません、間違ってニュージーランドナウ。かわいい。これは個人的に言っていいですか。一本。かわいい。面白いじゃん、大西くん。じゃあ、お、なんかずずしいですね、先輩。いやいやいや、先輩いきます、先輩。日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。次はメグ、あ、ちょ待てよ、次六本木だから。はい、パスです。日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。ちょっとすいません、あのね、あのもうちょっとで飛びそうなんです。はい、村君ごめんごめんなさい、もう一回だ、1個前の答えまた見せてもらって。何ですか。すいません、ただもう一回。ちょ待てよ、次六本木だから。何でやったの。何で。はい、じゃあ行こう。はい、日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。もうシンプルに迷子でーす。オッケー。まさかどくん、いいですね。あ、じゃあ大悟くん、日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。女性のお客さん、結婚して。そういう、うまい。やっぱね、ジャニーズのね、良さがある。ちゃんとキャーキャー。お、はい、行く。オッケー。日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。すいません、次の駅女子トイレです。内原先生、はい、内原先生、OK。 いや、めちゃくちゃ面白いんでいいと思います。 OK です。わ、はい、わ、ちょっと待って、またあいつ手を挙げて。日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。運転やめた。面白いですね、はいはい、面白いですね。あ、行く。日本一のおバカ車掌、車内アナウンスで何と言った。
あのこの電車どこ行くかって。あっちこっちそっち。こらこらこら。でも、ごめんなさいね。ごめんなさい。僕が安定なんですよ。僕そういうの大好物なんです。1つ目のお題を終え、流星くん、西畑くん、ムロくんの3人が2ポイントでリード。大逆転はあるのか。続いてのお題はこちら。今から流れる曲でとにかくしょうもない替え歌を作ってください。わかります？ USA でございます。なるほど。うわー、むずいな。では替え歌をしていただく本来の曲をまずは聴いてみましょう。どうぞ。わからない。今の部分、今の部分ね、カーモンベイビーアメリカドリーム飲み方をインスパイアードの部分をしょうもない替え歌で、はい、お出ますね。じゃあしょうもない替え歌どうぞ。無理だ、これいけるかな。じゃあ正門くん、はい、しょうもない替え歌どうぞ。カモンベイビーメイクさん、トロトロヒゲがヤバい。素晴らしい、いいですね。どんどん行きましょう。はい、お、じゃあ行きましょう。西村くん、しょうもない替え歌どうぞ。地毛でございます。でもありがとうございます。それでは誰か、お、行く。はい、お。しょうもない替え歌どうぞ。カモンベイビームロくん、顔がマジ馬の足の裏。おい、いいよ、いいよ、いいよ。二つの意味で正解です。お、どういうことだよ。じゃあ。ムロ君いいですか。しょうもない替え歌どうぞ。あ、カモンベイビーカズキ、久しぶり会えて好き。マジキー、ありがとう、ありがとう。こういうのもありですよね。こういうのありです。え、こう MC にハマるっていう作戦も全然あります。さあ、お、どっち、あ、行く、西村君、行くよ。しょうもない替え歌どうぞ。カモンベイビーお客さん、いつもありがとう、愛してる。そういうことね。なるほど、そういうことね。お、大悟くん、よいしょ、いきましょう。しょうもない替え歌どうぞ。カモンベイビーリチャーズ、なんか今眠そう。アイポン、おい、ふざけんなよ。みんなちゃんとやってんのに。だからみんな思わないねん、もう。はい、ムロちゃんいくよ。しょうもない替え歌どうぞ。一緒に少しだけ寝よう。しょうもない替え歌で歌う、みんなしょうもないって言われてるみたいなもん。でもそういうことだよね。そういうことですよね。
素敵な替え歌だったらお客さん一緒に寝ようって言ってわーってなるけど、なんで俺の時だけ言うんだよ。しょうもないと言うよ。それは言わない。あの人の家のベッドシングルベッドやから無理やし。セミダブルやし。西畑君、はい、しょうもない替え歌どうぞ。変えません、きつすぎる。思ってた。無理無理無理、もうないよ。一緒に思ってくれてもらった。もうねえよ。ちょっとということで、こちらすごい結果が出ました。はい、2人、決勝というか最終対決に向かった2人は西畑くんと室くんです。視聴者の皆さん、すいません、ブロが来てしまいました。なんでなんでいいや。他の4人はね、残念ながらここで脱落となりますけど、どうでした、なんかブロと室くんに結構言うべきこと言って。大西くん、なんか室くんに負けたのほんましんどいです。何やしんどいって。何よりも、何よりも、何で俺のこと敵対視すんねん。若手、若手、もうはい、おっさんです。誰もおっさんやん。ということで、最終決戦に進むことのできた西畑くんと室くん、おめでとうございます。ありがとうございます。この番組はご覧のスポンサー、エマックス。勝ち残った2人、西畑くんと室くんで争われる最終決戦の競技とは。我慢の限界を超えろ、鉄のぶら下がり対決。最終決戦は鉄棒ぶら下がり対決。どちらが鉄棒に長時間ぶら下がっていられるかを競う非常に分かりやすい対決。先に落ちた方の負けです。ここではスーパースターにもう必要不可欠な根性と気合、はい、それを試してもらって、はい、2人の中から関西ジュニアを決めるということでございますけど、はい、なんか意気込みどうですか。そうですね、まあ、ここまで勝ち残って来させていただいたので、まあ、ここでも負けるわけにはいかないんで、やっぱ2位はやっぱ悔しいんで、そうですね、チーム出したいと思います。ここまで来たらね、はい、てっぺん目指します。よっよっよっ。そして君ですけど、はい、はい、君君どうですか、もう最終まで残りましたけど。いや、ね、あの手この手使ってどうですか。何それ、汚い大人みたいな。そこまでして、ほら、あの真っ直ぐな顔見てください。この大西君のあの真っ直ぐな目。まあでもこれが大人の強さやっていうのを見せつけないと。やっぱり大西くん、勝ち上がった室くんに対してなんか一言。なんかしんどいです。そういう中で、でもね、そうですね、なんかしんどい、一番きついなんかしんどいって、なんかふわーっとしますもん。でもね、まあ、どっちともね、はい、頑張ってほしいということで、はい、お二人、スタンバイお願いします。はい、マジか、頑張って頑張って、うん、頑張って、ね、いよいよ、今後のマイジャニを託すスーパースターがこの対決で決定。これまでの歴史を交え対決を見届けてください。それでは最終決戦スタートです。静かな始まりです。頑張れ、みんなの声援がやっぱり力になりますんで、頑張れ。いいよ、今のリタルの笑顔。アヒル口も一緒。アヒル口、うわー。やっぱね、それがアイドルですよね。フォローしんちょっとやめましょう。なんでやねん、俺も映りたいやろ。いいから、ちょっと猿年やからな、今年は頑張るぞ。フクロウの被り物で真面目なこと言っても無理でしょ。滑る、マジでやばい。皆さんいけるよ。滑る、あー、マジ頑張れ、頑張れ頑張れ。今日2月第5です、お願いします。はい、ごちそうさんでした。あれ、泳ぎよ。おい、陸上部、陸上部、悲しさもあった。あ、1分いった、1分。おー、すげー。あ、無理や。頑張れて、ムロ。頑張るんだよ。頑張れて。あ、1分12秒で落ちた。え、ムロ、いやいや、まだ行って。一応。あ、どうで
って。マイジャニの未来を引っ張るスーパースターはこの状態の無欲に決定。いかがですか？痛い痛い、これもう痛い、めっちゃしんどいですね。めっちゃしんどい、すげえ。1分12と18、いやすごい、1分いったよ、すごい、すごい。2人に拍手。惜しくも負けてしまった大吾はどうですか？すごい悔しいですね、めちゃめちゃ悔しいですし、なんかもうもっとなんか自分に筋力があればなとすごい思いましたね。なるほど。でもやっぱりもう龍太くんに負けたんで、あの全然もう悔いはないっす。なるほど、はい、いい試合できたんで。龍太めっちゃかっこいいじゃん、ポッポ。何だこれ、かとばで待ってる、かとばで待ってる。龍太くんどうですか、はい、今改めて。そうですね、まさかまさか自分が優勝しました。ちょっとさ、ね、恥ずかしいな。大先輩がここまでしてあんな若い子いるのに、だって何を29歳でまだいけるよ、まだいけるってことだよね。みんなみんなもいけるよね、ブロ君。お願いします。無理だよ。スターになったブロ君には約束通りご褒美があります。ご褒美はなんと300回の300にちなんで、はい、300秒の冠コーナーを差し上げます。でもね、秒って言っても分にするとなんと5分も。マイジャニで5分ってだいぶでかいね。でかいよ。やば。それはね、貴重な時間、自分の好きなことしていいらしい。マジですか。はい。何やってもいい。何かしたい。そうなんや。何したいとかもじっくり考えてほしいんですけど、今なんか、はい、なんとなくわかる。何かしたいとかある。あ、そうですね、やっぱちっちゃい子たちもこう一緒にテレビ出たいんで、うんうん、フーガとかね、うん、あ、ええやん。どうなん、それフーガ聞いて。しょうがなくても。何やあいつ、あいつ、あいつひどいね。今断るかと思ったら出れるから。そう、そう、出れるから一応。遊びに行くだったら断ったはずなんで、あいつ来たよね。出れるから。いやでもこういうのはね、関西人ですから。いや最高です。大西くん最高でございました。ということで、マイジャニの未来を引っ張るスターはムロくんでした。本当におめでとうございます。Keep on going, keep on growing. 最後の最後まで行くんだ。